やっぱ止まってると今の時期は暑いね。久しぶりのパイピックさん。ちょっともう暑すぎて自撮りカメラも何も撮ってないので、今日はもうアゴマウントの1台のカメラだけでの撮影ですし、まあこれが使われるかどうかもわかんないんですけどね。まあもう本当に1ヶ月どころか1ヶ月以上ぶりのパイピクさんです。まあ今トゥインゴさんでね、動画載せてる丹後半島の方もね、パイピクさんで向かうつもりだったんですよね、本当はね。ちょっと雨予報っていうのもあって、トゥインゴさんで行こうかって思ってからね、あれ、トゥインゴと丹後ってなんかちょっと語呂が似てるな、そんな風に思ってからね、まあちょうど蒸し暑い時期だし、まあいいか、みたいな感じで。もうトゥインゴさん行きでもう気分が決まってしまったのでね、なったんですけども、まあなんだかんだ言っても、パイピックさんいいね、やっぱりね。お、モンスターの試乗だな、モンスターの試乗車出てたよ。 いいな、乗ってみたいな、乗ったら欲しくなるだろうな。 ハーレー。実はね、まあ、このパイピクさん買うときは、本当はちょっとハーレー、いろんなメーカーを乗ってみたいなってことで、ハーレーをちょっと考えてたんですよね。まあ、8台のね、試乗会場で、スラロームコース、ちゅうか、ジムカーナコースみたいなコースを走って、全然操れないのにね。ステップスリーソーで怖くなっちゃって、何も操作できないやってことで、ビビっちゃって、もうよ、やめちゃったんですけど、いろいろ試乗ね、まあ、特に買い替えようとしてる前っていうのは、いろいろ試乗とかもしてるんですけど、まあそんなこと言うと、試乗しだすと、買い替え考えてるのかとか思われそうなので、ちょっと、そういうわけじゃないですよ。ですけど、まあいろいろとね、まあ、今はしてませんけど、ちょこちょこと試乗はいっぱいしてたんですよね。それこそ単気筒エンジンからマルチエンジンまでね、いろいろ乗ってたんですけども、まあ、乗ってた中で結局、まあ動画的にね、試乗動画上がってるのが、私の場合、まあ、ドカティ関係と、ハーレーと、あと、スズキのアドベンチャーのやつね。まあ、全部ツインエンジンですね。個人的に多分ツインエンジンがやっぱり、まあ、私の中のバイクのイメージっていうのと合ってるのが多分ツインエンジンなんだと思うんですよ。まあいろいろこの辺はね、好みがあって、シングルじゃなきゃダメだっていう言われる人も見えるだろうし、マルチじゃないとやっぱり違うよっていう人も見えると思いますけど、私的にはまあツインだったんですよ、それがね。ツインの中でも特にやっぱりドカとハーレーっていうのはちょっとまあ別格にいいなぁと。まあハーレーのね、1200アイアンか、振動、あれはちょっと強すぎる あるので、もうちょっとおとなしくてもいいんですけど、まあ、でもあの辺のね、あの鼓動感とすり味っていうのはね、まあなかなかいいもんだなぁと思いましたよ。このパイピクさんなんかでもね、もう本当に走り出してしまったら、これ以上個人的に望むところはないんじゃないかなっていうぐらいに、これはいいんですよね。なぜ旅バイク目的で、まさに旅するためのバイクだし、まあ、今の最新のになったらよりね、横の張り出しとかもでかいので、もう一つまた風とかも来ないんでしょうけど、まあ、今までの出たバイクからしてね、
まあ、基本的にネイキッドが好きだっていうのもあるのかもわかんないですけど、カウルのついてるモデルっていうので、この風の防ぎを、風防ぐってことは雨までも防ぐんですよね、これね。すごいですよね。高速とかに行ってしまうと、まあ楽っちゃ楽なんさな、これがね。お、GB350、 あ、かっこいいな、やっぱりかっこいいね。ネイキッドモデルはやっぱりかっこいいよな。まあ、そういうところでね、あの新型のモンスターさんなんか見ると、モンスター、うん、まあ、重厚感あふれるモンスターっていうのがやっぱりモンスターっぽくっていいなって気はするんですけど、あの新型モンスターもね、やっぱりあの軽さを見ちゃうと多分乗るとやばいなって感じがするし、うん、まあ、それじゃなくてもね、あのスクランブラーの800ね、あの辺なんかは、まあ、パイペクさんいいんですけど、どうしても重たいのでね、ちょっとこれ重たいから乗らないなと思うと、ちょっとあの辺が目に行っちゃったりなんかする時があるんですけど、旅一回行くとこれの楽さ加減は全然違うのでね、足の方のバイクをスクランブラーの62にもう一回またするかとかね。いらぬ妄想があったりするわけですよ。まあ、電気屋さん巡りをしてるわけです。電気屋さん巡ってどうすんだって感じなんですけど、はい、まあ、ここのとこね、もうなんだろう、半年ぐらいかな、実はこの手の電気屋さん巡りっていうのをね、しょっちゅうしてるわけですよ。まあ、ずっと巡ってるってことは、まあ、買ってないってことだし、買ってないってことはそこまでじゃないのかなっていうような感じに思ってるっていうことにもなるのでね、まあ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 、うわー、入れなかった、なんてこった。はい、ということで上信電機さんに着きましたね。ちょっと行ってきます。はい、上信電機さん見てきました。まあこの前にエディオンもあるんですけどね、うん、エディオン寄っといてみんなが、まあもういいかな。エディオンさんにも寄ってみるか。バイクを売るならゴーバイゴーと。いやー、混むなー。珍しく日曜日なんかに休みだけど、こんなもんだよ。いやー、悩むこと約1年ぐらい悩んだんですか。結局買いました。まあ、買ってきたのはね、DJI ポケット2ですね。まあ、オズモポケットを私持ってるんですけど、うん、あれの新型、まあ、もうね、1年近く前に出たやつで、まあ、それのクリエイターコンボっていうやつね、うん、で買おう買おうと思いながら、もうね、うん、まあ、1年近く悩んでたのは、まあ、そのクリエイターコンボを買おうとすると、ミラーレス一眼とかその辺とかもね、まあ、エントリーぐらいだったら買えるんじゃねえかなとか言ってね、まあ、そちらをちょこっと調べたりもしてたんですけど、